はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちらと富士山とドラヨシさんです。ワンソクチューブ、どうも。はい、というわけで今日は記念すべきコラボ動画ということで行ってみましょう。いや、今日はね、ワンソクさんのディフェンダーを試乗させてもらえるということで、ワクワクが止まらないですよね。いや、山の上にね、充電スポットがあったので助かるわっていう感じで、よっこらしょういちということで、いや、試乗の方させていただいております。ワンソクさんのね、あの秘密を暴いた動画もありますので、上の i ボタンをクリックしてくださいね。あ、私ね、こういった試乗の動画よく出しております。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。では本編へどうぞ。うわ、こうやって比べると全然大きさちゃうやんけ。これディフェンダーめっちゃでかないですか、これ。これでかいですね。あの幅2メーター、高さ2メーター、長さ5メーターって感じですね。山、ひょっとしてマウント富士。これでもね、ディフェンダーの白のホワイトはね、富士ホワイトって言うんですよ。そうなんですか。なぜか。これディフェンダーで今買えないんですか。いや、買えます。買えるんですけど、ただ納期が、まあ、1年ぐらいかかって。1年もう1年後には他の車欲しくなってますよね。だプレミアがついて、はい、買った時より高く売れるっていうんで、ちょっと今心が揺らいで。プレミアが、詳しくはドライさんのチャンネルの方を見ていただいたら詳しく載っております。ディフェンダーいくらで買ったか。いや、この英国車、これディフェンダーとかレンジローバーとかありますよね。あれ、なんか何が違うんですかね、これ。ランドローバーっていうの、僕もね、これ買うまであんまりよく分かってなかったんですけど、はい、ランドローバーっていうのが、会社の名前ですね。あ、はいはいはい。で、レンジローバーっていうのはその車のブランドの名前、ね。はいはい、はい。レンジローバーの中にもレンジローバーベラールとか、レンジローバースポーツとか、レンジローバーイボークっていう、そのイボークラインがあってですね。はい。あと、ディフェンダーはディフェンダーっていうのだけで、単一車種ですね。なるほど。わあ。しかしこの大きさの違い、ちなみに今充電しております。ここね、なんかただなんですよ、ただ。あ、 62% まで溜まってる、すごい。ただで充電してるよん。お邪魔します。わあ、車高が高えわ。お邪魔します。お邪魔します。あの、真似させていただきます。あ、そうですか。お邪魔します。あ、すごいすごい。いや、すごい楽しい。あ、こんな感じか。でかい、やっぱ。へえ、こんなデザインなんですよ。すごい、このリベットが。そうそう、それもデザインになってるんですよね。なんかね、ネジで取れそうな感じ。すごい、液晶すごい、ね。あ、ここに。じゃあ、ポチッとな。これなんか取れそうですね、これ。そう、裏側にも物が置けるようになってる。え？あ、ほんまや、すごい。なんかはめていけそう。いっぱい。ホンダイーギ、ホンダイーギになるんじゃないですか。確かに。すごい横長。これね、横長と縦長どっちがいいと思います？縦長の方が、まあ、あの、進行方向は見やすいですね。スバルのレボーグとかね、縦ですもんね。わ、すごい。なんか質実貢献っていう感じ。なんか、ワークマン的な感じですよね。いや、ほんまですわ。こうなんじゃない？うわ。こうなんていう感じでもない。これすごいなぁ。結構ね、あの、手に触れるとこは柔らかくなってますよね。あ、ほんまや、すごい。ギミック感がある。うん、男心をくすぐる。こうやってあれなんですか、あの、自動運転的な。意外とね、はい、いまいちっていうかですね。あ、そうなんですね。一応自動、あの、アダプティブクルーズコントロールは全車速なんですけど、はい。あの、白線の中央を走ってくれる機能がないです。あ、中央走ってくれないですね、うん。だから、はみ出しそうになったら戻してくれるっていうだけですね。ああ、警告と。その辺はちょっと、あの、最新の車には劣るかな。いやー、でも、だいぶでも進化してる方じゃないですか、そうですね。これ、このディフェンダーから、ね、このなんか、ピビプロっていう新しいナビ、2ダイヤルとかにすると。あ、すごい。変わった。変わったりするんですけど。ただですね、このナビが、あの、地図は出るんですけど、ナビのソフトが、
11月に買ったんですけど、まだインストールされてなくて、間に合わない、日本のローカライズが間に合わなくて。ああ、そっか、日本バージョンがね。まだね、インストールできないっていうね、ちょっとその辺も、国産とかではなかなかありえないっていう、目的地設定ができない、自宅の登録もできないっていう状態で、地図を表示することはできるけどっていう感じで、カープレイに対応してるんで、今、この、ケーブルで iPhone 挿して、ここまで来ましたけど、はい、はいはい、もうスマホの内容で、そうですね、なんとか対応してると。だから、Yahoo カーナビとか、Google マップとかで、まあ、案内は。うわ、後ろも余裕の広さ。これ、あれなんですか？3列シートになるんですか？そうですね、3列シートになりますね。僕が買ったこの、110のスタートアップエディションっていう、その、まあ、初期限定モデルみたいなやつだったんですけど、はい。それは、まあ、最初から3列で、今だと、カタログモデルだと、26万円のオプションで、3列にできるって感じですね。おー、すごい、車屋さんみたいな情報。車屋さんより詳しいんじゃないですか、やったし。ちょっと後部座席移動しちゃうもと、はい。あ、こんなところ。そう、ちょっと低いんですよ。これちょっとやりづれえわ、これ。いやー、いい車。いい車を邪魔します。わ、すごい。何これ。いっぱいある。いっぱいイジイジできる。あ、これシガーソケットが2つもある。そんなに何電源使うのっていう感じだけど。ここにもなんか、あ、何これ。あ、こういうのはいいかもしれないですね。USB めちゃくちゃいっぱいあるっていう。アルパインライトだったか、アルパインウィンドウだったかっていう、なんか、アルプスの山を見るための窓だそうです。アルプスの山を、え、じゃあ富士山。あ、富士山今めっちゃ見えてきた。室内から山の天気を見るための窓だそうです。へぇ、素晴らしい。素晴らしい考え方。これはい、オートクローザーなんです。あ、ほんまや、じんわり閉まる。わぁ。なんか、あ、すごい。これ。汚れないみたいな。汚れない。水 OK みたいな。これ、トノカバーがこう、布なんですよね。超邪魔くさいんですけど。あ、このままいけるんですか？いける。おー、あ、何これ。四角い。あ、これ一応補助席じゃないけど。まあ、3列目が。一応。わあ、何これ。なんか、昔こんな、おもちゃ、あ、ゴールドライターゴールドライター。知ってます？ゴールドライター知ってます？知ってます、知ってます。懐かしいな、ゴールドライター。すごい、スコープライターとか。スコープライター寄りですね、どっちかというと。すごい。一応、まあ、3列あるけど、まあ、足元は超ミニマム、ね。あ、そっか。こうなると、もう。荷物も置けない。ねえ、うん、ちょっと本当の買い物袋ぐらいですね。言うたら GLB の方が3列目はまともに座れた感じですね。はあ。まあ、ほとんど、ね。倒してる感じですかね、これに関しては。後方視界をすこぶる悪くしてる。あ、これこいつ。この子ね。分かると思います。ああ、そうですか。こんだけ後ろが見えないから。これ取っちゃうと結構ブサイクなんですかね。多分取れない。あ、取れないんだ。取れない。取れるんだと思うんですけど、取らないって感じです、ね。ああ、なんかへえ。デザインもあります、ね。デザインですね。ここがすこぶるかっこいい。ね。ここがすこぶる。汚れてますけど。あ、そうそう。ほんでボンネット、これこれこれ。ボネットの上に、これ乗れそうなデザインですけど。これ飾りです、ね。これ飾りってね。標準なんですけど、はい、標準でこれなんですけど、飾りで。先代のディフェンダーは実際にここ乗れたらしいんですけど、今回は乗らないでくださいって言われてるんで。ね、では試乗の方を閉めようと思います。今日も安全運転で行ってみようと思います。お願いします。おぉ。エアサスなんで今車高が上がってます、ね。あ、そうなんや。すごい。乗り降りするときだけ下がってる。なんか馬に乗ってるみたい。馬的感覚。あ、すごい。全然見えねえけど。後ろ見えないでしょ、ほぼ。後ろほぼ見えねえ。しかも3列目のヘッドレストも立てちゃったんで余計見えないとかね。とりあえず左。あウィンカーこれそうなんですよ。そうそう左ウィンカーです。おぉ。すごい、なんかやっぱこれ。馬とか牛とか、いやほんまになんか大きい動物の上に、ゾウさんの上に乗ってるような感覚。あ、車高もね、うん、高いですよね。車高は高いし、でかい。これ何リッターでしたっけ？これ2リッターターボなんですよ。あ、ターボ、2リッターターボ。で、8速 AT が組み合わされてるんですけど。うん、燃費悪そうですね。燃費は10いかないですね。あ、でも、え、そっか、10やったら普通に。街だと8とか、うん、そんなもんですけど、思ったより悪くないなっていう感じですね。すごい。なんか思ってたよりふわふわする。うん。上質な感じ。
これ一応オフローダーですよね。そうですね、タイヤでかかったですもんね。オールテレンタイヤっていうの履いてるんで、はい、いやもっと普通なんかジムニーとか乗ったらガーってゴーって言いますよね。ゴーってロードノイズ、これが ロードノイズだっていう音しますよね。これ静かですよね。静か静か、めちゃくちゃ静かなんですよ。いやホンダ E もあれ電気自動車で静かな方なんですけど、いや結構静か。なんかエンジンとかからとか路面からの音はほとんど聞こえないですよね。いやそんな感じする。でここなんか滑り止めでね、路面がちょっとこうスリット入ってるんですけど、あ今こう何にもスリット入ってないところ。あすごい。何これ。だからこの乗り心地に結構皆さん、ね、評論家の方は絶賛みたいな感じで、いやこれはいいと思う、うん、いい車感ありますよね。いい車感ある。800万はしたって感じするブレーキの感じ、あーはいはいはい、こんなんか2人だけだったらそんなに止まらない感もないと思うんですけど、でもよくいろんな車乗ってらっしゃるじゃないですか、はい、であのこうブレーキの感覚とかそれぞれ違いますよね。全然違いますよ ねそれなんかあれってならないですか。なりますなります。だから結構マツダ3のスカイアクティブ X とかマツダ3乗った時は、はい、親止まんないっていう感じがありましたそうですよね。あれブレーキが一番怖いですよね、あの感覚。そうですね、あれはまあそのマツダ曰くはあの理想的な話っていうことなんですけど、やっぱ輸入車とかから乗り比べるとやっぱ初期制動が弱いとおっとっとってなるんで、ドイツ車とかはねもう踏んだ瞬間から結構ガンって止まるじゃないですか、はいはい、だからそれと比べるとやっぱ初期の踏み始めがマイルドだとこう思ったより踏まないと止まらないみたいな時はありますよね。いやあれほんま怖いですよね。あの私の乗ってるやつもあのシングルペダルって言って、あアクセル外すとブレーキかかるんですけど、はい、回生であれに慣れちゃうとねもう結構ブレーキ怖いんですよ、あの普通の車乗っちゃうとすごいね今ブレーキの感覚がすごいしっとりしてるんですよ。ブレーキフィールいいですね。はい、なんやろこれ、なんかあの効きすぎずどういうんですかね、なんかいいっすよね。なんかなんて言ったらね、このソフティすごいソフティで、なんか踏みしろというかペダルがねなんか大きいんですかね、なんかこう、うん、いいですよね。これは本当だからメルセデスとかアウディとかよりもやっぱブレーキタッチはいいなって思います、うん、これと似た感覚なのって僕ボルボの XC40 っていうの乗ってたんですけど、はい、それもブレーキタッチすごくいいなって思ってたんですけど、うん、やっぱこのディフェンダーもブレーキタッチも本当にしっとり効くってい うなんかね安心感がある、うん、なんかそれは本当になんかメーカーによって違うんだなって思うけど、これはなんかすごく良いなっていう、評論家の方がまあ絶賛するのも分かるなって思いました。やっぱそうなんですね、いいんですね。清水和夫さんとか小見さんとかみんなディフェンダー欲しいって言って、はい、欲しいのも分かるなっていう。ここも公園ですかね。ここも公園っぽいですね。ちょっとぐるっと一周ランナーワードできますね、はい、じゃあ後で本題もじゃあここでグッとさせてもらって、はい、よし、じゃあ次は上りを行ってみましょう、はい、じゃあちょっとベタ踏みで行ってみようと思います。おおあでもちょっと最初のクリアランスが結構効くまでが、うん、そうですね、2リッターターボでこの巨体だったらこの加速十分じゃないですか、はい、うん、2リッターターボですよね。そうそう、でこの巨体で今この坂道、まあでもちょっとこうカーブに入る前がちょっとやっぱある程度減速しないとこう巨体なんで怖い。そうですね、あとは車幅があるんで、はい、狭い道だと怖い感じ。そうなんですよ、急にねこう視野が狭まりますよね、スピードを出すと。パドルがあるとなお良いなって。そうですね、あのちょっと減速セレクター欲しいなと今思いました。ここのガングリップを左に倒すと、はい、一応 S モードみたいなので足す引くはできるようにはなるんですけど、あ、まあ、ほとんど使わへんでしょうね。ここだとちょっとやりにくいなっていうところもあってなるほど、あんまり使ってないんですけど、まあでもこの車はあれですよね、こういった乗り方するんじゃなくてでもやっぱ優雅に乗りたいですよね。そうですね、でも意外とこの巨体の割にはあのステアも遊びがそんななくて、あのロールもそんなしないんで、はい、意外と走り楽しいなっていう感じはありました。
それこそ RX とかではこういう走りはできないですし、もうちょっとねやっぱダルなんですよね。これの方がやっぱキビキビ走ってる感じある。こんなにクソでかいのに、ね、いやこんだけの巨体をこの2リッターターボで、ね、動かすんだっていう、全然今のところパワー不足ないです。そうですよね、はい、踏んだ時の瞬発力も全然あるって感じなんで、ね、街中でストップアンドゴーもこれなら普通に乗れそう。これやっぱあの車線ちょっとかかりそうになるとハンドルがグッと、ね、ちょっと戻すような、はい、レーンデパーチャーみたいなのがありますよね。あ、これずっと高速で来られたんですね、はい、こちら。やっぱ楽ですか高速道路って。あ、まあ乗り心地はもうすごくめちゃくちゃいいんで楽ですけど、はい、ただその運転支援の部分がちょっとややプアで、うん、あのドイツ車線内をレーン維持する機能がないんですよね、はい、この車は。だから、まあ、はみ出しそうになったら戻してくれるけど、あの自動運転みたいな感じにはならないんで、うん、アダプティブクルーズコントロールはついてるんですけど、はいはい、あのレーントレーシングはしてくれないんで、そこだけがちょっと不満かなっていう、うん、ただあの乗り心地とかがいいんで疲れない部分はありますけど、ね、うん、確かにこのシート、こうやっぱシートの硬さというかね、私ちょっとわりかし体が大きい方なんですよ。大きいですよね。そうだ、あのヨーロッパの人とかも結構大きい方多くて、そういう人に結構フィットしそうな形なのかなっていう感じがします。不思議なレザーシートなんで、ファブリックとコンビネーションになってるんですけど、はい、もうなんかそんなに乗り心地も悪くはないですよね。硬めではありますけど、まあ、なん腰にくるような感じも全然ないし。そうですね、なんかあのいいソファー買ったらこんな感じですよね、うん、ちょっと硬めのソファーの方が好きなんで。そうそうそう、あの家のリビングとかでも20万超えぐらいするあのウレタンの、ね、ソファーってこんな座り心地しますよね。なんかあと特徴的な何かあります？特徴的なのは本当はなんかアクロ走破性能がすごくいいらしいんですけど、なんか川なんか90センチまで水深いけるらしいんですよね。90 90って言ったらもう使ってるじゃないですか。そうそうそう、だから結構この車はその生き残れる確率は高いというか、結構ね最近台風とかで流されちゃったりとかするじゃないですか車が、はいはい、まあ、そういうシーンでもなんかちょっとぐらいの川だったらいけちゃうっていう心強さはありますよ ね。 ねえ、これマフラーでも上に出てなかったですもんね。そうそう、まあ、上に出すやつもあるんですけど、はい、それなしでも確かいけるんですね。80センチいけるっていう風に書いてあったような気がするんですけど、なんかドライブモードみたいなのがここにあって、はい、なんか車高を上げるやつとか、ドローわだちとか、なんか砂利とか。そうか、今これ車高マックスなんですかね。あ、でもか今普通に戻したんで、あれですけど、なんか多分推進モードにすると今上がったりとか。へえ、これ外から見てもだいぶ違います？その、多分変わってると思いますね。後でちょっと撮らせてもらおう、はい、ではね、ディフェンダー上げさせてもらいます。おお、じわじわ上がるね。よっこら小一っていう感じですかねいや結構上がりますよね。ほらほらほら、あの拳何個入るんでしょうね。これ何個入るか分かんないですけど、いや、ちょっとした川だったらね、渡れるということで、やっぱね、あの災害になった時とか、いや、すごい役立つなと思いました。ではね、今から私のホンダ E と、記念撮影してみようと思います。今ちょっと富士山が雲にかかっておりますが、あの、楽しいひとときどうも今日は本当にありがとうございます。いや、本当にね、あの今日はドライスさんに会えて本当に良かったと思いますね。あの、いろんなお話も聞けて、あの、楽しかったです。ドライさんのね、あのチャンネルの方でも、あの私の動画がきっと流れると信じておりますので、コラボ動画しますんで、はい、私の方もチャンネルもぜひご覧ください、はい、下のね説明欄をクリックしてくださいね。はい、というわけで今日はドライさんとコラボでした。じゃあね、バーイ、はい、チャンネル登録よろしくね。すごいアピールがすごい、クリッククリック